よろしくお願いします。としのみです。それではですね、本日も TOP21、選手キャリアやっていきたいと思います。まあ、うち以外の試合がもう軒並み終わってて、今節は9節ですね。ということで、こんな感じの状況なので、まあ、しっかりと勝たないと、まあ、周囲の座を奪われてしまうっていう感じですね。まあ、しっかり勝てばいいというところで、今回の相手ですね。今回の相手、ついにトゥルース・ワトフォードとの対戦が来ました。ということで、まあ、しっかりワトフォードを倒して、首位をしっかりとキープしていきましょう。それではやっていきます。今日のトッテナムホットスパースタジアムはサッカーにはもってこいの天さ気あ、にということで、トッテナム対ワトフォード、実況はブース私、西対決岡ですね。解説には福西さんと倒しに行きましょう。まあ、お送りするのは僕がサイドバックで動けばこうなるんだよというところをね、監督にしっかりと見せて、試合前に戦ってくれた仲間たちに成長したところをね、見せつけていきたいなと思います。やばいぞ、いいパスになるか。いや、これ届かないね。OK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 。さあ、キーパーからのスタートで、やっていきまーす。これは、ソンに、現在リーグトップの守備を誇るチームと、完璧じゃないこれ。最も得点の少ないチームとの対戦です。さあ、いい形です。チームは決定力に欠けています。どうだ、これ、届け、ナイス、オッケー。今、完璧だったんじゃない？先制点が生まれました。ナイス、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 ナイス。もう今抜け出すところから最後まで完璧だった気がする。いいね、ナイス。最後は至近距離からのシュートでしたね。ここ完全に独走状態からのソンフンミンで抜け出してくれたので、ソンフンミンに届かなくてももう一個奥のハリーケインもあったし、仲間の抜け出しがもう完璧だったね。もうリードを奪ってチーム全体に余裕があります。ナイスナイスナイス。抜け出しというか仲間が常にマークを外してきてくれたから、もう、あとは真ん中にスルーパス出すだけって感じだった。完璧です。さあ、いいんじゃない？これは、デリアリー！さあ、決めていく。いいねー。もう、さらに追加点。これもちょっとすごい点差になるんじゃないですか。まあ、首位対最下位の戦いだからね、一応。まあ、あとほど、2部から上がってきたところで。さすがに厳しい感じだと思うんで、そして強烈なこれは決めてきました。順調です。ナイス、デレアリが綺麗に決めました。いいパス通るんじゃない？さあ、これは通る。完璧。守備への切り替えが遅れています。抜け出して、どうだ、こぼれます。ごめん、あっ、一手に当たっちゃったね。さあ、ここでワトフォードが持ちます。高い位置。いやー、まずいか、これは。見事な視野です。よし。攻撃はここまで。これはカウンターのチャンスです。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ハリー・ケイン。前でボールを持つ。これはチャンスになりそうだ。いやー、ただ、これ取られるか。いや、いける。ソフミ、流して。さあ、ソフミ。ケイン。ハリー・ケイン。そして、いやー、惜しい。最後のシュートが入らない。惜しい。コーナーキックになりました。さあ、コーナーですね。コーナー決めていってもらいましょう。コーナーキックが入ります。中に入れて、これはキーパーだが、これは広いシュートだ。さあ、拾って、フェルナンジーノかな？さあ、これ僕が決めれるか。ハンドメン、これはディフェンダーを抜けず。いいところに出します。さあ、僕の正面にボールが来るが、いやーっと、これはまずい。抜かれたくないところ。ボールをドリブルで運んでいます。ここはしっかり守らないといけないよ。さあ、最後の最後。まあ、前半のだけど。さあ、前半はここを止めたら終わる。ここはしっかり止めてほしい。やっぱり、いや、ナイス、ナイス、ナイス。最後の最後で危ないシーンがあったけど、しっかり止めた。はい、ということでね、まあ、前半はまあ最後ちょっと怖かったけど、なんとか止めて、まあ、2対0と、まあ、勝のまま後半に行きます。足技を持っている選手ですね。さあ、さらに点を重ねたい。せっかくなんでね、取っての右席後の初ゴール、ワトフォードに捧げたい。いやーっと、オッケー、完璧。いいね、僕、ディフェンスもやっぱ良くなってるよ、サイドバックになって。いやー、危ない。てれ、ちょうだい。さあ、これで。トッテナムですが、あまりボールに触れていないようです。さあ、これソンフンミンでしょ。そして、しかしスコアではリードしているので、ポゼッションが高ければ勝てるわけではないということがよくわかる試合になっていますね。いやー、僕でしょ、今の。奥に飛んでったよね。いや、どうなんだ、僕がずれちゃったのかな、今もらう位置から。今、僕んとこ来てたら、打てたと思うんだけど、多分ボールより後ろにいたと思うんだけど、オフサイドだったのかな、僕。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。一応、後ろだったと思っ
だけど、あとで編集するときにも見てくれるでしょ。いいすね、うん、やっとやばいか、まあ、このクロスはしっかりとキーパー。ただこれはまだ相手が拾って。これ危ない、クイーンが当たりました。いやー、怖いシュートをやっぱ持ってますね。うん。枠。これは危ない。うん。さあ、これは届くか。ナイスなのでは？あー、これはファールか。いや、今のは流してくれてよかったよ。少しラフなプレーが目立ちますね。今、まだ取れたでしょ、うち。うん。ここでカードを切ってきました。今のは流れてよかったけどな。チームへの活性化となるでしょうか。素早いリスタート。どうだ？ここで狙う。このシュートはクロスバーを越えました。さすがにダメでした。狙いは最高でしたが、わずかにコントロールし損ねました。よかったんじゃない？でも結構悪くないシュートだった気がする。そうでもない。うん。でもなんかこういうの狙っていきたいんだよな、やっぱり。うん。まあいいんじゃない、いいパス出したよ、これ。あ、これは決めれる、これは決めれる。守り切れるか。オッケー、ナイス、完璧、ナイス。こんだけドリブルした後でも僕アシストもらえるの、これ。いやー、ナイス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 。うん、リプレイが出ます。よく決めてくれましたね。いや、完全に独走。見事なカウンターからゴールが、うん、どこにでも出せる状態だったしね、今。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。オフサイドにならないところに3人くらいいたから、ダメに出しても決めたって感じ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。うん。試合も終盤に差し掛かりましたが、3対0。厳しい展開になっています。圧勝です。クリーンなタックル。よしよしよし、いい感じで決めた。止めたけどごめん、取られた。止めたと思ってなんか油断した。カプエに渡った。うん、いやー、ナイス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 。オッケー、オッケー、オッケー、行くよ。あるよ、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 あるよ。あるよ。これはあるぞ。オッケー、ナイス。さあ、ハリーケインが決めて4点目。4対0。貴重ですよ。オッケー、オッケー、オッケー。圧倒してます。うん、リプレイが出ます。あ、まずいか、まずいか。ペナルティエリアは入られてるが、よし、え、待って、ピッチ上いや、僕止めたと思ったんだけどな。ボールを奪い返してのゴール、体力的にも厳しい流れのプレーでしたが、見事です。入れられました。これ誰だ、顔でわかんないわ、君。うん、いやー、もしかしたら僕が抜けた後に入った選手してきたようですが、わかんなかった。まあいいや、よし、あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。今の、僕、リプレイちゃってなかったか。僕、当たった、これ。僕、当たっ、いやー、逆に僕が当たったことで入ったか、これ。ごめん、いやー、僕の、当たったことで入りましたね。いやー、あ、ここでハリーケインが交代と。うん。いやー、僕のせいで取られた1点、取り返したいな、なんとか。まあまあまあ、チームとしては勝ってるけど、勝ってるけどでしょ、これ。素晴らしい読みでインターセプトしました。焦った。やっと、よいしょ、はい。これがあるなし、オッケー。うん。さあ、なんとか僕が、点に絡みたいっていうか、もう、なんならやっぱり、うちのチームでの初得点を。あ、飛び出しが早すぎました。さあ、残り時間は3分かな、2、3分。2分くらいかな、もう時間ないかな、時間。これそのまま弾いて攻撃に持っていけたらっていうところ。いや、無理だ。相手がしっかり拾ってしまった。なんならこれ取られるか。いや、え、今止めてないの？いいところに出た。まずい、まずい、まずい、まずい。タックルでしのぎます。さあ、というところで試合終了です。このリーグ戦はトッテナムが勝利を収めました。うん、要所をうまく抑え、サッカーファンの皆さん、こんばんは。さあ、ということで2戦目、本日2戦目はコペンハーゲンとヨーロッパリーグですね。ヨーロッパリーグのグループステージ3第3節ですね。他の2つにはサクッと勝ったんで、しっかりとここも勝っていきたいというところですが、コペンハーゲンも今までの2つを勝ってここに来ているということで、これ勝った方が首位に躍り出るって感じですね。ここも大事な一戦になりましたね。ここ勝てば、まあ、正直にグループステージの突破はほぼ確定だという第3節になります。うん、ここしっかりと勝ちに行きましょう。ラスムス・ファルク・イエンセン、ソン・フンミンからパスをもらって僕走ります。で、これはただ追いつかれそうだから一回止めてちょっとボールを落ち着かせよう。にゃーっと、あ、これソン・フンミンに渡す。ソン・フンミン、完璧。
そしてここでもう一回もらって、ここ冷静にクロスを上げる。にゃー、惜しい。ここはしっかりクリアされました。さあ、戻りましょう。ナイス？戻ってる途中で仲間が取ってくれた。ということで、もう一回攻めれます。デレアリ。いいよ、さあ、デレアリ。ジョーダン・ヘンダーソン。さあさあ、ヘンダーソンからのパスを、僕はフォローに行って。ショートパスをつなぎ、相手ゴールへの道を探っています。よし。あ、ごめん。これパス要求のキーが残っちゃった。変なパス出した。おしゃれだったけど、ちょっとさすがにそれは厳しいと。さあ、また相手の攻め、ここしっかり止めたい。ナイスだが、どうだ。よし、オッケー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 。ごめん。邪魔したね、今。さあ、ヘンダーソンから、デリアに送る。パスをサイドに送ります。そしてこれ、ソンフミンに預けて。よし。帰ろうか、僕。ハリー・ケイン。なんか、怒られてるし、監督に。ボールを回してチャンスを伺います。カラメラが僕に渡してくれる。ここから、浮き玉で。いやー、ちょっと手前に行ったけど。まあまあ、繋がってるから、オッケーからの、ハリー・ケインが上手すぎる。これがナイス、ナイス、ナイス。いやー、さすがだな、本当に。うますぎるタイミングが。映像が来ました。これで、こうなって、こうですね。これオフサイドギリギリでしょ、ほんとしかも。完璧な抜け出しと完璧なシュート。さすがのハリー・ケイン。さあ、後半戦やっていきます。いやーっと、まあまあ、とりあえず先制はしてるんで、まあ、久しぶりにというか、しっかりディフェンダーらしくちゃんとこの1点守りながらやっていこうかなとは思います。強い当たりだ。ただ攻めれるときは攻めたいけど、やっぱまだトッテナムに来て初ゴールは持ってないんで、しっかりとゴールにつながる動きもしていきたいというところ。さあ、ここはしっかり守備のターンですね。内側に絶対入らせない。オッケーいやどうなる、これはまずいが、危ない。それはもうちょっと僕は知らんよ。センターバック頑張ってって感じ。ちょっと強すぎましたね。でもどうなんだろう、僕がもうちょっと真ん中詰めていけばいいのかな、今のって。やばい、これ。これまずい。これは、危ない。これはシュートまで行かれてやつだった。危なかった。いやファインプレーですね。ナイスキーパー。これよく止めてくれた。いやこれ僕また抜かれてんだよな。また抜かれてんのに関しては、でも僕どう操作すれば防げるのかわかんないんだけど。こうやって、なんか、リファの操作で防げるの、また抜きって。入ったかと思いましたが、そこにいることしかできないんだけど、僕は。いまいち分かってない。いやー、OK。OK 取った。さあ、スローインから直接奪って、行きましょう。ジョーダン・ヘンダーソン。さあ、いいよ。いいよ。これ、このまま決めたい。決めたい。どうだ？思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠けました。初ゴールならず。いけそうだったのにな。いやー、ケミ損したか、ちょっと。いやー、惜しい。いやー、トッテナムに来ての初ゴールならず。惜しいなー。残り時間2分というところで、まあ、これは、この試合自体は勝ったのかなというところだけど。いやー。いやー、自在にパスを通していますね。さっきの惜しいの。時間はありません。惜しいのはあるからね。そろそろ僕も同点に持っていけるか。得点あると思うんだけど、なかなか最後の最後やっぱ決めきれないね。やばい。ナイスロリス。ゴールを死守。なんとかプレーを切りました。ここで試合終了のホイッスル。止めてくれた。グループステージのこの一戦はトッテナムホットスパーが勝利を収めました。手堅い勝利でしたね。はい、ということで、本日2試合終わりまして、リーグ戦はこんな感じ。まあ、勝ち点的には1の差ですけど、しっかりと1位をキープというところで、まあまあ、古巣の、ワトフォード相手に、まあ、しっかりと、2アシスト、まあ、活躍はしたのかなというところですね。で、ヨーロッパリーグ、EL の方は、まあ、見事3連勝ということで、まあね、さすがに、まあ、どこも、格下ということなんで、まあ、しっかり勝っていきたいな、グループステージだったりとかですけど、今のところ無失点でここまで来てるんでね。このままグループステージ無失点でやりたいなと思います。まあ、そんな感じですかね。ということで、まあ、今回はここで終わりにしたいと思います。
よし、それでは、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。